はい、今日も維新猫が始まりました。よしなんと、今日のゲストは、とても珍しい、<laughs> 遠藤国太員長がゲストにやってまいりました。 初めましてですよ。はじめましてですのはじめてですよ。ね恥ずかしいもんねどっちかやったら大体裏舞台ばっかりだからね。もぐらっていわれてます。サブマリンとかですね言いたいほうで今回遠藤国対委員長来ていただきましてつい先ほど可決されましたいわゆる救済法案このですね裏話というか裏話ほんとの裏は話せないんですけどもお話しできるギリギリのところまでですね遠藤国対委員長のこの舞台裏を聞いていきたいと思います。よろししくお願いいまますずこのの与野党協議会ってうね 急ために立ち上がって、うん、まあ金融国会以来とも言われる異例の会議で立ち上がったわけですけども、うん、これがまあ遠藤国対委員長と、うん、まあ立憲の安住国対委員長、うん、この2人が主導してと言われているわけですが、うん、立ち上げの時これどんなお話があったんですか、うん、立ち上げの時はですね、うん、おとのの、ね、ちゃんとこの参議院の自民党の石井運営委員長が口を攻めらしたんですよね。そ<う>ねあれが主 してですね。野党バカにした言葉が酔っ払ってたんでしすよね。瀬戸際大臣の首一つトレンド入り。そう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 。そいったのはバーン燃えて審議に入れないということでどうしてくれるんだみたいな話になって。これを黙ってるわけにいかんだろうって言って安住さんがえんちゃん維新も野党だろうて言って。野党ですよと。野党ですよ。これほっとくわけにいかんからこれ代償何するかと。だけど僕は言ったんですよね。あの審議拒否はできませんよと。こんなことで。 酔っ払い発言が新規予に持っていくのはちょっと僕は無理ですよと、うん、ちょっと考えるわ言って23、うん、時間したらまた電話あって「えー、えんちゃんこれはあれだと」とあの救済法案協議会作ろうと、うん、どういう協議会って言ったら、えー、自民と立憲と維新と、はい、3党でやろうっていうね、うん、それいいね言って、まあ、特に、まあ、うちも政調会長を出して。はい これ現場でやっぱりね国体は国体、うん、成長は成長というね、うん、こう役割分担を僕はすべきだというのはと、はい、ちゃんにもいろいろとこう頑張って頂い,いてるわけですけど、うん、より今回はリアルに成長の仕事、うん、国体の仕事、うん、代表の仕事幹事長の仕事と。はいはいえー 分けていくということが、まあ将来我々のボトムアップになるなるし、党全体のね、活性化にもなるだろうと思って、じゃああの安住さん、これ成長会長で現場を回させてくれるんやったら、あいいですよってことだった。それをまあ申し入れにいったわけですよね。いやいやがってましたね。これだって異例ですからね、確保ができる前にというか、これこれどうって言ったら、ええ、 さい、やろなと思ったけど、まあ、でも逃げ道作れんしたね。完全にこう、あの、囲ってしもて。でも、そうしたら、もう新規に入れないわけで、国会止まってしまうわけですからね。でも、うちは緊急はしませんよと、その代わり、東京議会っていう提案があるんだから。もう自民としては、それを飲むしかない。わけですよね。もう、お尻はいっぱいいっぱいやし、これ一日も外せ、外せない。いや、それもね、わざわざ。 そのお尻を作って国会に行って作ったのは我々ではないわけでね、えー、与党が作ったわけで、うん、その自分たちのつ合にはまってしまってるというね、うん、与党がそういう状況なんですけど、まあ、敵の失点からちゃんとうまくこじ開けて建設的な提案をしていったという感じですよねまあそれをできてねやっぱ結局乙北政調会長も まあ、長,妻長妻さんも、えー、向こうはあの政調会長出てこなかったっていうのもあるんで,は、ね、で慌てて公明党さんも、はい、あこれはあの公明党も入れんなおかしいやろとなったんだと思うんですけど、うんえー、自民公明、えーうん、維新特にこの長妻あ乙北あペアが、はい、構想したねなんかねあんなに毎日のように長妻さんと一緒に過ごすことになるとはあ,<ー>あの時夢にも思っていなかったわけですけども。<laughs> 1>, あの1回目の会議すごいよく覚えてるんですけど役割分担<ー>国体が場をしつらいて安住<ー>さんとかも来てて<ー> 1>, 1回目自民党もバーって来ててで最初まあちょっと場を仕切って、うん、じゃああと若い者同士でぐらいな感じ、うん、なんか国体ではゾロゾロゾロ,ロって出てってで成長は残されてみたいなあ,<ー>あどうもみたいなお見合いがもう始まるみたいな。うん <laughs> 初めてのね初めての共同,共同作業ですな,なんか小恥ずかしいみたいなそ <laughs> <laughs> そうそうちょっとぎくしゃくしながらこ,うこれいかがですかね長妻さんとか言いながら<ー>自民党とやっててでもそんなのやればまあ約2か月間本当に押したり引いたりしてやってきながらついにはこの一応9 0 0は成立というこじつけたんですけどもけど、ね、遠藤さんが一番苦労したところというか,なんか思い出に残ってるポイントってのはどのあたりですかんまあね与党からすれば、うん、あ僕を見て、うん、お前はどっちを向いてんねんと思ってると思うんですよね。思、うん、思ってたと思うし 立憲さんから見ても、うん、ほんまに遠藤は信用していいのかとはい、はい、お前までこの間まで補完勢力やったやないかとそう思ってはると思うんで <laughs>、えー、これね天の邪悪になるのも難しくてね、うん、だから天の邪悪じゃ僕はないんだと、うん、ただうちはあのセンターラインを通ってるだけではい、はい、お宅らが線引きしてるだけのことなんで。<laughs> えー うちはうちのこととてもらいますよと、えー、でもね口でいくら言ってもねやっぱ信用してくれまあ人間同士ですからねそ<う>積み重ねがっていうところ安住さんも僕に喋ってることは自民党に続けてるんやろうと思ってるしはいはい、はい、なるほど,なるほど自民党の人もこれ安住さんに、うん、続けてるやろうと思ってるし、うん、実はね、うん、僕はこう見えても立憲さんが言うてることを自民党に言うていいこと悪いことを 分けてます,てますーこっちもあのフィルターかけてるし、うん、そうしないとねむちゃくちゃになるまあそうですね。だからねこ,これをうまくういい話にしてあげるっていうことであそこまで思ってるんかとお互いに思うというね。はいはいえー 具体的な話はなかなかできないので申し訳ないんですけど僕はすごく見てたから分かるんですけどやっぱ当然、立憲とチームを組んで野党案で押していくと自民党とも当然連携というか一緒に作り上げていくわけですから実務者同士いうのはどうしても政策の話というのは角突き合わせがんがんやる中で国体の皆さんに潤滑油というかなっていただく中でこの野党側の意見、与党側の立場いうのをすごくうまく遠藤さんのポジションでさばいていただいて決して敵ではないしこいつ、じゃあ向こう側なのか。 この絶妙な綱渡りみたいなもんっていうのは僕は間近で見てて面白いんですけどもこれお伝えできないのがすごくもどかしい具体映画を伝えられてもどかしいんですこれちょっと言えないねあれねやっぱりね感染症あれねなかなかねおとちゃんからね政調会長から連絡ねメッセンジャーとね電話とかこれかなりやりやりやったんやけど立憲が飲まないと二類五類のね。とは書いいてなけども 厚労省は、うん、あそうだっていうわけですよね、うん、この項目だとでまあ,あの成長チームと、うん、お役所と僕とで打ち合わせして、うん、これやるしかないなと、うん、でまたこう言ってくれたんですよね、うん、言ってくれたら「堅い」とまだ言ってると、うん、ほんならもうお父ちゃんもこれ。 喧嘩してていいいいよと、うん、リキとな、うん、ならなくていいわっ,て言って、ねいね、そうですね、うん、今回あの遠藤さんに「遠藤監督」っていうですねあだ名がついたんですけども <laughs> まあ僕らもプレイヤーですフィールドプレイヤーで遠藤監督が「これもういけ!」みたいなこと今だったら突っ込め!」って言われたら「よい!」っつってこうつってでやるんですけどもでその指示が時々ですね「こうね、曲げるな」と「引くな」と「でも話はまとめろ」とか、ね <laughs> もうね、ホームランを打てみたいなむちゃくちゃな指示が「<laughs> それは打ちたいですけどいい?」みたいな「<laughs> ホームランを打てっけ」って言われゃうみたいな <laughs> 時にそういう夢中で。 チャブロ受けながらですね、ガ<ー>ッと振り続けてですね。か完成症態はやっぱ高めの球を投げ続けるみたいな指示が来てなんでとにかく満足せずにダメだダメだってやってつけたら最後はやっぱ向こうが折れてというか歩み寄って完成症法の改正もまあ二類自立条の二類五理からの見直し検討規定みたいなのが入って、うん、そして今もう実際動き始めてるというのが来たわけですからね。あれね、うん、その泉健太,健太ちゃんが言う,言,う言うてたの僕びっくりしてね。あんたに言われたくないやろっていうね。はいはいうん、そうで、ね、なんか立憲が我が党の主張通りみたいな感じだったんですが、まあこれは我が党が 調したからあの入ったというねことで思わず僕テレビで見てておい現ちゃんおいおいおいって画面に突っ込み入れてしまったとそうそう思わず思わず俺らのパクるなよっていうこれ実は維新さんの提案で立憲とのね共同提出したんやけどって言うたら可愛いけどまたかも自分らで作ったからね。 そこを僕らは「よ違うぞ」っつってわざわざね言わんけどねでもそういうのはねやっぱりねお互いこれから仲良くやっていくんだから大事にしちゃって実はこれ共同提案なんだけど新さんから提案があったんですよねっていうのをああいうところで表でやったらねもっと人間の深みが増すしもっとうちに対してもねお父ちゃんからしたらそうじゃないですかわざわざあ言ってくれたなと思ったら。 もっとこうお付き合いして深くお付き合いしても大丈夫かなとこっちも思うけどそこのねやっぱりこう人間の配慮というか人の立場に立ったあの気持ちになったらねどう思うかなと自分がやってないのにうちがやったー言われたらこのクソ野郎みたいなのあるんじゃないの。 国体的にはそこは大事です、ね、国はまず潤滑油をそこをさばいてくださっていて、うん、今回、被害者救済法案も実際、やっぱり共同作業なんですよね、うん、あの刑事罰を入れるというのは立憲さんが出したアイデアで,、うん、で上限規制だとかあの特別補助人家族の救済というのは維新が出して、うん、まあ角突き合わせてこう両方が入る、うん、まあ最後は両方が入って結果としてやっぱ政府案の中にも、うん、まあ一部とはいえいわゆる上限規制とまあ家族への配慮義務が入ったんでやっぱそれはこうお互いがいいとこ出し合って協力したからあの攻められることができたと。でこれやっぱあのどうしてもぶつかる時に にまあ遠藤監督の指示によってですねあそこに穴が開いてるぞみたいな滑り込んでいくとスチールができるみたいなバーみたいな投塁成功みたいなですねそういうことを二ヶ月間やり続けた隙間を探すっていうのはねあのおとちゃんね僕ね僕の仕事だったでしょ隙間探してよく言いますよね隙間隙間どこに隙間が俺たちの入るところからその隙間に入ったらうちは内谷のポジションがね明確になるぞっていうところを 隙間産業と僕はいつも言ってるけど、うんうん、隙間産業の中によりこうたまにね、うん、パーンとクリーンヒットするのがあるし。うんうんうん あら、そうでもなかった勢一応や滑り込んでったら頭がつんじゃって開いてねえやんけみたいな時もそうだし100発110っちうはないけどやっぱ数多いと当たらへんしまあでも3打数1安打打ったらイチローですからもうやっぱそこまで打ててるかどうかは分からけい5打数1安打がいやいやとちゃんには見えへん失敗作もいっぱいあるから毎日こう仕込んでるわけでしょ毎日仕込んでる中であこれはちょっとうまくいかんかったなっていうのはやっぱり ほんままありすよええとこだけ見たらねあるけどやっぱ外れてるのもあるしちょっと反対に回りすぎたかなと思ったりするのもあるしだからやっぱやってるうちに「あっこのまわりか」とか「あっこのツボか」と「このボタン押したらこれが出てくるか」とかたまにね全然もう「出てきたたこれやばくない?」みたいな。っていうのもあるけどね。 でもね表ではちゃんとね,こうあのね自信満々で言ってもやっぱ国体もやっぱ苦労しながらこう隙間を見つけてっていうところでやっぱ巨大与党とまあその野党第党って大きな政党同士の中で隙間を見つけてこう物事を動かしていくっていうのはやっぱ政策論だけじゃできないというかある意味、手ねん手札の国体が必要なんだなというのはまあ今回、救済法案の成立を見ても僕も改めて勉強になったところでございますでまあ話は尽きませんけどもということでまあ今国会も一応終了ということでまあ救済法案も無事に,本当に国体と政調の連携であの整理することができましたので本当に皆さん 応援ありがとうございます。ジャイアンツさんが最後視聴者の皆様に一言、はい、お願いします。もうこの維新の会っていうのは何をするかわからない政党だと <laughs> よく言われますけど、危ない政党だみたいな。<laughs> <laughs> まあね、何をするかわからないぐらいの政党でないと変わらないんですよね、世の、うん、中が。五十五年体制とかよく言われますけど。うん 自民党からも立憲からもよく言われるんですけどね、うん、えんちゃんお前何考えてるか分からんって言われるんですよ褒め言葉じゃないですか、うん、そうそういやいやおたくらが考えられるようじゃ僕じゃないんですよと、うん、僕の仕事にはならないからやっぱりそ,その時々にあの新発力でどうすればあ国家国民のためになるのかあ国会が動くのか前に進むのかということを前提にして 来国会も成長ラインまた国会ライン勘調ライン馬場代表を支えて頑張っていきたいと思いますんでどうかよろしくお願い申し上げますありがとうございます今日のゲストはサブマリンこと遠藤監督でございました違いますモグラですまた次回も見てくださーいモグラですありがとうございました政治家とはどうあるべきか批判を恐れず反論を恐れず屈することなく前に進む 子どもたちが誇れる街を成長する国を作るそれが政治家の使命だと思う熱い思いさえあればいい共に挑もう人材発掘プロジェクト指導日本維新の会